僕のですね、60回目バースデイお祝い&ですね、忘年オフ会を開催することになりました。こちらね、見ればわかると思いますが、薄くてかっこいいですよね。色合いも最高ですね。で、いうことで 4K を上回ってるわけですよ。もうね、こういう細かい字とか見て、こんにちは、戸田サトルです。ついにね、久々モデルチェンジ、 iMac ね、M3 を搭載したモデルレビューしていきたいと思います。でっかいね、一体型の Mac 魅力的ですね。詳しくレビューします。今回は久しぶりにですね、モデルチェンジしました iMac レビューしていきたいと思います。期待の製品ですよね。箱の裏はですね、本体の裏なんですよ。横は本体横なんですよ。やっぱり凝ってますよね。ということで早速開けていきましょう。箱はですね、紙をこうね、組み合わせたようないつもの箱になってまして、環境にね優しい箱ですが、元の取りするのは結構大変なのでね、頻繁に出したり、まあね、そんなに頻繁に出したりしまったりするものではないですから、はい、いいと思いますけれども、はい、もうね、この見てください、色の統一感、素晴らしいですよね。本体はブルーですね、今回水色っぽい色なんですが、この電源ケーブルも水色、キーボードもちょっとね、分かりにくいかもしれませんが、水色です。さらにケーブルも水色、トラックパッドも側面ね、水色。マウスも水色なんですよ。ここまでやるメーカーって僕は一つも知りません。あ、もちろんね、1台だけだったら全部黒に揃えるとか白に揃えるあるかもしれませんが、 iMac ですね、全部でカラーがモデルによるんですけれどもね、7色あるわけですよ。最大ね、7色全部揃ってると思います。すいません、青しか見てないんでもちろん分かりませんけれども、以前の例をね考えると全部揃ってると思うんですよ。ものすごいですよね。ちょっとね、この付属品のね細部を見ていきたいと思います。標準の AC アダプターはですね、結構大きいですよね。 143W のタイプですね。でこの電源ケーブルと本体につなぐケーブルなんですが、このケーブルもですね、ナイロンでくるんであるようなねケーブルで、端子のところはもうミラーの仕上げですよ。めちゃくちゃかっこいいですよね。でこちら電源ケーブルね、アース端子がついてますけど、アースはもう使わなくていいよ的な、あ、もちろんそれ自己責任ですけども、メーカーとしては使ってくださいっていうことだと思いますが、使えるところ普通の家も会社もほとんどないですよね。実質的には使えないと思いますけれども、まあ僕はなくてもいいと思うんですけどね。こちらもね、非常に凝ってます。他もね見ていきましょう。マウスとですね、トラックパッドですね。トラックパッド、これ前とね一緒だと思いますけれども、ガラスの手触りですよね。すりガラスみたいな感じで非常に手触りがいいです。で両方ついてんのがね、まあいいですよね。まあもちろんね、構成とかにもよると思いますけれども、さらにですね、ここにねスイッチがありまして、これもね前と一緒ですね。色がね統一されてますよね。かっこいいですね。これね、マウスも同じようになっております。ここにねスイッチがありますという形ですね。キーボードですね、今回は日本語キーボードですね。右上に指紋センサー、タッチ ID でねここについてますよね。デスクトップでも専用のキーボードなんで、パッとね指を当てればログインできるわけですよ。デスクトップパソコンでこれ意外にないんですよね。やっぱりね、なんかアップルの底力感じますよ。やっぱ単一の一体型デスクトップが世界中でこれだけ売れるメーカーって、もはやアップルしかないのではないかと思いますよね。 iMac とっても人気がありますし、世界各国で売れてるというのはね分かります。裏白なんですが、側面はねさっきのトラックパッドと同じようにブルーとなっています。でですね、このあたりの製品は基本的には充電なんですよ。ワイヤレスで使えますからね。で充電するときには、まあ、タイプ C なりでつなぐ必要があるんですが、これねライトニングなんですよ。こっち側ね、タイプ C ですけれども、まあ、本体からもねもちろん充電できるし、なんなら充電器から充電してもいいんですが、いまだにですね、このね充電が全部端子がねライトニングっていうのがちょっと残念だなと僕が思うポイントですね。全部ライトニングじゃないですか。まあ、特に困りませんよ、困りませんが、iPhone もですね、タイプ C になりましたよね。もう元々 iPad はタイプ C ですよね。Mac もタイプ C ですよね。iMac の周辺機器の充電のみ、またライトニングを使わなきゃいけないというのがですね、まあ、個人的にはちょっと残念だなと思っております。はい、ポートに注目していきましょう。これね、モデルによって4ポートと2ポートのモデルがあるんですね。この製品は4ポートです。で2ポートのモデルはここがない感じですね。でこの4ポートなんですが、右の2つがですねサンダーボルト4、まあ USB4 ですね。でこちらの2つが USB3 となっております。 Apple はですね USB3.2 のいくつとか言ってないので、基本的には USB3 のみという表記になってますね。これね、まあ、はっきり言いますけど、デスクトップの中では最も拡張性が低いモデル、特にね2つのポートしかないものは
本当に拡張性低いですよね。ハブを使うなりして拡張性をね高くしていくのが一般的だと思いますし、もちろんね感覚的にはノートパソコンの大画面タイプという形で何もつながずに使うという利用方法もありだと思います。標準のキーボードもトラックパッドもみんなワイヤレスですからいらないんですよね、ポートね。そういう意味ではね、まあ本当に必要な時だけ SSD をつなぐとかね、カメラをつないで何か取り込むといった用途に使ってほぼポートいらないよっていう使い方、もしくはここにねハブを使って前に出してタイプ A とかね SD カードスロットとか使うという使い方になるかと思います。個人的にはこれね、もちろん最新なんで M3 を搭載してますから、この高性能を生かすとなれば言うまでもなく動画編集とか写真編集したいですよ。となればやっぱりですね SD カードスロットとか SSD のね外付けのタイプとか欲しいので、僕だったらハブを使うかなと思います。ちなみにこの奥にですね電源のねポートがあります。はい、で正面から見ると向かって左側の裏に電源ボタンありますね。これねへこんでるんで手触りというか指触りだけでですね位置慣れればすぐに分かります。本体正面向かって左側の側面にイヤホンジャックのね 3.5mm のイヤホンジャックがついております。ディスプレイ部分がですね、まあこちらね見れば分かると思いますが薄くてかっこいいですよね。色合いも最高ですね。で角度調整がね結構このようにできます。見るね位置によって角度変えられるんですよ。ただね個人的にはやっぱりですね高さ調整したいんですよね。ちょっと僕には高すぎるんですよね、この高さね。もっとねテーブルのギリギリまで持ってきてほしいなと。高さ調整ね Apple のモニターできたりするので、この製品 iMac が高さ調整できないのがちょっと個人的には残念かな。というのもモニター部分が上にあるんですよ。下にね、これだけ縁があるじゃないですか。なのでモニターこっから上になるので結構ね僕には高いんですよね。もうちょっと低くできる調整があると嬉しかったですね。はい、今起動しましたけれども本当にディスプレイが美しいです。一体型のパソコン僕たくさん見てきてますけれども、もう一番美しいと言っても過言ではない。あ、もちろんねモニター単体だったらものすごい綺麗なやつとか高いやつとかもありますけれども、一体型としてはですねナンバーワンと言っても過言ではないぐらい綺麗ではないでしょうか。24インチの 4.5K ですね。 4480×2520 ピクセルということで 4K を上回ってるわけですよ。もうねこういう細かい字とか見ているのめちゃくちゃ緻密ですし、これね壁紙なんですけれども木の葉っぱの細部まで綺麗に明るく写ってるのでめちゃめちゃ綺麗です。写真とか動画の画質にこだわりたい方には超おすすめですね。しかもなんと500ニットという明るさですよ。500ニットっていうとこういうねディスプレイではなかなかありません。ノートパソコンの輝度の高いものではね、あ、もちろん MacBook は別ですけれども Windows の世界でいうとノートパソコンの輝度の高いものでも350、400ぐらい、500はねなかなかないんですよ。まあ全くないわけではないですけどもね、非常に明るくて美しいディスプレイだと思います。はい、Windows でねいつもベンチマークを取っているシネベンチ R23 でスコア計測してみましたが、マルチコアはねまあこれぐらいかなというですね、まあ9800、まあばらつくのでまあ約1万ぐらいなんですけれども、シングルコアが1800台って結構すごいですね。なかなかねパフォーマンス高いと思います。ちなみにですね iMac は M3 を積んでますけれども、その M3 のですねさらに上のいわゆる M3 のですねプロみたいなものはですねないんですよ。 M3 のみって言い方も変なんですけれども、MacBook にあるようなですね M3 プロとか M3 Max はないんですね。無印の M3 のみなんですよ。でもこのスコアって結構いいですよね。パフォーマンス高いと思います。で今回レビューしてるのは8コアの CPU 10コアの GPU に 16GB のメモリーというですねスペックのモデルをレビューしておりますけれども、まあ性能的には普通な作業には十分ですね。ただ動画編集とか写真編集する方はやっぱりですねもっと上位のモデルを買って外付けのモニター使った方が、例えば書き出しとか短時間で終わることは間違いないと思います。ただね iMac ってやっぱりこのね CPU の構成見ても分かるように入門用のモデルだと思うので、まあ僕は十分ではないかなと思いました。いつものように騒音計測アプリでねファンの音を測ってみたいと思います。静かにね、僕が黙ると33.45ぐらいがこの部屋の、まあ、標準のね、騒音です。あとはファンでどこまでいくかですね。それでは黙ります。はい、ちょっと数字ばらついてますけど38ぐらいまでいきますね。非常に静かなんですけどファンは回ってます。特に耳近づけると分かります。ただかなり
り静かなんで、ファンの音がストレスになることはまずないと思います。今ねベンチブンブン回してますので、これでねこのファンの音量であれば普段使っていて気になることはまずないと思います。それではいつものように僕のセカンドチャンネルのオープニングでスピーカーの音をチェックしてみたいと思います。ボリュームはね最大になっております。こんにちは、戸田悟ビゼへようこそ。こちらのチャンネルは僕の素晴らしいの一言ですね。僕が聞いたパソコンの中でももうナンバーワンクラスの音質、ボリュームも大きいですしね、音割れることもないし深みもあるし、声もね綺麗に聞こえますし、もう文句なしですね。映画とか見ても外付けのスピーカーもほぼいらないと思います。まあよっぽどこだわりのある人はね高いスピーカーつけるのはありだと思いますが、中途半端なスピーカーつけると iMac に負けちゃいますね。M3 を搭載した新しい iMac レビューしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。さて気になるのが価格ですが、 Apple のねサイトを見ていただければ一目瞭然ですが、一番下のモデルは4色しかないんですね。8コア CPU、 8コア GPU に2ごろのストレージ、8ギガメモリーで198,800円、ギリギリ20万円切ってるんですが、僕はね iMac 買うなら一番上をおすすめします。8コア CPU、 10コア GPU、 512のストレージに8ギガのメモリーで262,800円なんですね。ただメモリー8だとちょっとね後々足りなくなってくる可能性もあるので、16にしたいですよね。とこの構成になるんですけれども、29万飛んで800円なんですよ。ちょっと高いですよね。ただね、僕がなぜ上位モデルをおすすめするかというと、iMac の価値の多分4割とかね、このモニターにあると思うんですよ。高画質な綺麗なモニター、高解像度で、性能が低いと性能が陳腐化する期間が早くやってくるじゃないですか。でこのモニターを例えばね、メモリーが足んなくて遅いから使えない、 CPU が遅いからもう使えないってなっちゃうと、綺麗なモニターがめちゃめちゃもったいないですよ。そう考えると少しでも高いモデルを買ってこのモニターを長く使うというのが一番得ではないかなと思います。ちょっとね価格が高いのですが、そこはね致し方ないですね。為替の問題等々ありますし、で個人的には Mac mini に外付けのモニターをつないで使ってます。それでも全然いいと思うんですが、やっぱりね美しく使いたい方は iMac の方が良さそうですね。初心者の方でもちょっと予算のある方にはおすすめということで、今回僕は75点をつけます。できればですね、もうちょっと高性能なM3 のね、もっと上位のプロ等を積んだモデルもね、これだけ画面が綺麗なわけですから出してほしかったかなと思います。以上 iMac の M3 モデル紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またメンバーシップスタートしております。こちらのメンバーシップに加入していただきますと、メンバー限定のねライブ配信ですとか動画も用意しております。さらにですね、イベントでの優待もありますし、戸田悟ファンクラブにね無料でご招待いたします。でこの戸田悟ファンクラブでは毎月僕がレビューした製品の一部をですね抽選でプレゼントしております。とてもね当たりやすい時もあるので、ふるってご応募いただければと思います。応援お待ちしております。